皆さんこんばんは、フリーナ役の水瀬いのりです。膨らんでいくこの原神という世界観に関わることができて本当に光栄に思っています。原神というアプリがこう流行っているということも知っているので、今回改めてお話をいただいた時は、うわ、これはあの原神と思いながら、ちょっと、そして皆さん多分もうお察しの通り、フリーナはかなり抜けてるところというか、神というこう皆さんから慕われる愛される存在を一生懸命頑張っているんですけど、どこかこの子抜けてたりポンコツなんじゃないかっていうのは、もしかしたらプレイヤーの皆さんにも気づかれてしまっていると思うんですけど、異教の旅人は何も言わなかったが、とても驚いていたように見えた。次は仲間割れかな。